まずは、はい、中が見える土鍋ご飯。美味しいよね、土鍋ご飯ね。開けてできるじゃない。あ、切れる。てか初めてじゃない、2人でこんな料理作るの。ね、そうだね、確かに。これ何合分あるんですか。1合だね。あ、1合、ね、うん。ちょっとちょっとこっちの方が結局早かったなみたいになってますよ。はい、でこれ1合をバーンと入れました。はい、200ミリのお水ですね、うん、入れます。昆布がね入ってたので上に乗せます。絶対美味しいじゃん。もうはい、はい、もうこんな感じで、まず火はかけずにお米を水に浸します。タイマー30分にセットしてください。はい、できる？できました。30分いいですか？オッケー。疑った？うん。今3分だったらどうしようと思って。やめて。はいはい、できた？できました。オッケー、ありがとうございます。じゃあ30分待ってる間に違うことしようか、うん、ホットクックで作るじゃがいものポタージュー。イエーイ、美味しそう。うん、じゃがいものポタージュさ、うちらめっちゃ好きじゃん。大好きだね。じゃがいも、玉ねぎ、コンソメ、塩の順に鍋に入れます。まずはじゃがいも。はい、じゃあ玉ねぎはたけさんに入れてもらおうか。はい、全部切ってあるじゃん。玉ねぎ、そうなの。もう本当にありがたい。コンソメ一つですね。入れまーす。うん。はい。で塩。うん。入れまーす。パラパラパラ。水100ミリリットル人数分。うん。これ200ね、だから2人だから。うん、を入れまーす。はい。バターはねここにあるんだけど最後に使うので調理を開始する。材料を加えてください。で、案内が流れたら蓋を開けて牛乳100を人数分だって。じゃあまだこれも待つのか。はい、じゃあ次いっとく。はい、バーミキュラで作るポークスペアリブのジャム煮を作っていきます。美味しくできますように。バーミキュラの材料出してきました。何だ、そうだね、多分蓋ないの。バーミキュラよかった、このままだった今。うん、あ、でも蓋をしてって書いてあるよ、バーミキュラ。蓋なかった？これ蓋じゃないの。バーミキュラの蓋、バーミキュラこれだ。あ、間違えてるね。違う、こういうことだ。あ、そういうことか。これがバーミキュラですわ。すごい。ヒーターだけでやってました、僕ら。スペアリブの蓋を開け、まな板に置いてください、ね、ここにね、塩コショウが入ってるのでまぶ、うん、していきます、ね、こんな状態でいいの。換気扇とライトをつけてくださいって書いてある。ついてるね。ついてる。あ、ライト、ライトって何。はい、まぶしましたね。はい、オリーブオイルあります。はい、ここにあります。あら、もうほら、使う分のオリーブオイルがちゃんと入ってるの、すごい。じゃあお願いします、たけさん。はい、これ全部入れちゃっていいの。近くにシートがある。奥のコンロに置いてく、あ、奥のコンロに置いてくださいって書いてあるんだ。ここだよ。こっちだ。やっぱこれ何？関係ないのかこれ。うん。はい、ちょっとこれ使いませんです。え？間違いですね。なんでこれだけさ持ってきたのか。じゃあバーミキュラって書いてあるから。これはバーミキュラ。こっちバーミキュラって書いてあるの？書いてある。書いてあるんだ。これはタケさんには分かんないか。じゃあとりあえず。オリーブオイル入れた。はい、これでニンニク。ニンニク加熱していますよ。はい、ニンニク。はい、で、スペアリブを入れて、はい、で、奥のコンロに置きます。はい、大丈夫。奥のコンロってことはこれか。そこだね。火加減 C にして火をつけてください。火が強いと焦げるのでお気をつけ遊ばして。だいぶ弱い。お気をつけ遊ばしてって書いてあるの？お気をつけ遊ばしては私のオリジナル。あ、びっくりした。トングでひっくり返しながら表面に赤いところがなくなるまで焼きます。はい、まずはそれを知っていきましょう。あ、ライト、これだ。そういうことだ。こんな感じで今コンロに置きました。なんかもうすでにニンニクのいい香りがしてる。結構いろんなことを一気にしなきゃいけないから、これ二人でちゃんと協力しなきゃダメ。うん、あ、見てごらん、棚にあるバーミキュラポットフィーター、ここで使うんだ。ギューと言い始めております。こんな状態で大丈夫なのかな、お肉。大丈夫。え、大丈夫。表面に赤いとこがなくなったら教えて。はい、ここでしたよ、さけさん。次で使うんですって。なるほど、なってきたね。赤いのがなくなったら、この秘伝のタレと、はい、このスペアリブのジャムを入れて混ぜ合わせます。ジャム、よくなじませるように。
混ぜ合わせてください、はい、そしたら蓋をしてタイマー10分、はい、片付けをしながらやっていきましょうね。そうですね、いいですね。タイマーいけました？ OK です。10分いってますね。はい、はい、これいってください。バーミキュラポットヒーターで作る彩り野菜のラタトゥイユ。 IH 調理器の中に入れます。入れちゃってください。はい、入れました。うん、蓋を開け、うん、SNS 用の写真を撮りますって書いてある。うわすごい、見てこれ、すごいね、すごい、バイバイだ。そうしたら、はい、これあれハサミできる？ちょっと絶対ハサミの方がいいと思う。つけます。飛んじゃうから絶対大丈夫です。なんで？ほら、え、大丈夫ほらね、もうピンって消えてない。ちょちょ、わざとだよ。なんでよ。この方がピューって出せる。入れていいの？うん、全体にかけます。言うことを聞きません、竹さんは。私も言うことを聞いてくれません。いいか、私も丁寧にやりますんで。あっ、ほら見てごらんよ。やめてくれ。ほら見たことか。こうなるんですよ。だからはほら見て、しかもここにも飛んでる。これをね、全部開けとけばピュンって飛ぶことはないのよ。関係ないもん、今の関係ないもん。だから私言ったのに。大丈夫大丈夫。こんな可愛くぶってますけど、本当に言うこと聞かないからね。本当に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 。そしたら蓋をして、はい、蓋をします。5分にセットしてスタートをします。かわいそうに言うこと聞いて、私のお願いだから。チョビの方が言うこと聞くよ。大変申し訳ございません。そうだよ、一緒に協力してやらないと。だよね、チョビ、そういうことだよね。チョビ、慰めてあげな。これちょっととりあえず冷やしとこう。はい、手伝いましょうか。ありがとう。リサさん、どうぞ。ありがとうね。僕はあなたの言うことに従います。もう見てごらん、これみんなかわいそうに。いいよ。じゃあこれはさ、プレートで焼くだから最後でいいか。でも切ったりしなくていいから本当楽なんだけど。すごいね。あ、奥コンロだ。奥コンロ、オッケー。そしたら蓋を開けちゃいけないの。さらに、そう、10分タイマーをして、はい、蒸します。うん、そうです、火を止めて10分蒸します。はい、なんかいい香りしてるんだけどね。え、めっちゃ美味しそう、うん、すごい。で、タイマーが鳴ったら蓋を取ってお召し上がりください、はい、ということなので、バーミキュラで作るポークスペアリブとジャム煮は完成しました。完成。あっという間に完成。昆布を、お、来ました。この時間が、はい、ちょっと待ってください。今参加します。右コンロに土鍋を置いて、はい、蓋をします。もうしてますね。はい、で、火加減 D で火をつけてください。はい、OK、はい、じゃあ笛が鳴るまで待ちます。はい、笛が鳴っても開けちゃダメだよ。はい、わかりました。もう言うこと聞きます。はい。うわー、このじゃがいものポタージュ美味しそうだな。文字見てるだけでもう絶対美味しいって思う。宮城さん、あ、あ、落ちました。おめでとう、取れたね。ちょっとね、でもこれお家で取れるから、これか。うん、あ、じゃあ乾かしておいて。はい、二度と逆らいません。反省したようだ。火消えてるからいいのかな、僕は。あ、奥は消してる、今蒸してます。あと5分です。はい、5分で出来上がるよ。ふうふう、楽しみだな。乾かしに行きましたよ。本当に言うこと聞かないんだよ。言うこと聞かないと子供じゃないからさ、別にさ、言えないじゃん。本当にだよ。私洗い物しよう。悪口言ってんじゃないだろうね。適当に洗うよ。よく聞こえたね。適当に洗うから、それはやらせてください。お皿洗いしてくれてます。ありがとう。とんでもないです。あ、あれじゃない、奥じゃない、奥コンロじゃない、奥コンロ、奥コンロだ。じゃあこれは出来上がりました。ジャムに行った。ちょっと中見てみますか。軽く見てみましょう。どう
よ。うわすごい、なんかしっかり見て。うーわうまそう。ね、匂い、あの香り嗅いで。美味しそう。うわすごいんだけどこれ。やば。あ、来た。食材を加えてください。来ました、食材を加えてください。はい、ということで、中に入ってる牛乳200ミリリットルをですね、はい、こちら一回蓋を開けて加えます。はい、気をつけてね。ありがとう。そうしたらまた蓋を閉めて、はい、スタートボタンを押します。はい、いいですか、押して。お願いします。スタート。わあ楽しみだね。でもまだね、あれもあるからね。そうだ。お肉はすぐ焼けるもんね。うん、そうだね。いつぐらいからお肉？本当はもう始まっちゃってもいいのかな。そうだね。お肉とかほら焼くのは安武さん得意なんじゃない？任せてください。あ、安武さん。はい。あ、ピーって言ってる。ちょっと言ってる。まだか。うん。溶岩焼き楽しみ。溶岩っていうのが嬉しい、あそこの。鍋で食べるご飯って美味しいよね。うん。手間がかかるんだけど。まずこれスープ。うん。スープはどれで飲むんだろう。食器を選ぼう。これだ。これだ。食器もおしゃれ、ここスープのお皿こちらになります。ラタトゥイユはそのままでしょ、多分このままここから食べるの。あ、だんだん綺麗なさ。あ、そうだ、そうだった、うん、そうだった、そうだね。ではじゃあ最後、はい、溶岩プレートで焼く豚肉と鴨ロース焼きというものを作っていきたいと思います。はい、180度まで加熱してください。うん、あるんだ、あるんだ、測るやつが。これです、温度測るやつ。うんうんうん。残り10秒です。やる。31度1分。あ、できた。できました。できました。いくよ。お願いします。うわー、うまそう。うわ、いい香りだね。バター入れなくていい？あ、そうだった。よく言った。バターを加えて、何個加えるの？これあるだけだよ。本当に？だってその分しか今ないから、全部ちゃんと。2人分？うん、結構な量使うね。ね、バター結構入れるんだね。押して。バターを加えて混ぜて、はい、うわ30度5です。あんまり私と変わらないわ。よし、じゃあこれ保温しときます。保温中。保温始めます。ありがとう、保温始めてくれた。結構時間かかる。1秒以上押してくださいって書いてあるけど、今1秒以上めっちゃ押したけどね。これ何についてた？これは鴨のタレ。あ、そうなんだ。あれ、安武さん、さっきピリって言ったのがそうだったのかな、やっぱり。何？ご飯止めて15分蒸らします。うん、これの時間がさ、結構かかるじゃん、量が。意外とね。だからつけとかなきゃダメだった。つけとかなきゃダメだったわ。でも、多分これすぐ焼けると思うよ。まあね、焼くのはね、うん、あ、溶岩ってこんなプクプクするんだ。取っとこう。溶岩プレートって私、ちゃんと見るの初めてだけど、こんなプクプクグツグツ言うんだね。ここでお肉焼いたら美味しそう。楽しみですね。どうかな？今、はい、140度までいきました。お、あとちょっとだ。はい、33度。さっきより上がってる。あともうちょっとですね。何がですか？あと3度、あと3度ぐらいあれば普通の温度になりますね。はい、私の分かんなくていいのよ。はい、160までいきました。お、あとちょっと。順番通りだから、本当にさ、順番通りやってたらできたんだろうね。4番目終わりましたってなったらさ、5番目すぐ移ったらよかった。ああ、そうだった。ちょっと待っちゃったんだよね。言う通りにしなきゃダメなんだ。なんでもね、気をつけなんで今度から。うん、誰に言われてるんだろう。富士山が綺麗。見えないのよ今。言わなきゃ悪かったのに。見えてないの今、雲隠れしてる。さっき綺麗だからね。すっごい綺麗だった。くっきりはっきり僕は富士言ってた。来ました。180度任せてください。はい、こんな感じで焼いていきます。そしてそして、こちらも出来上がりました。何ですか？さっきの彩りのラタトゥーユ。ラタトゥーユ。うん。うわすっごいね。絶対美味しいじゃん。あ、宮崎さん、はい、ちょっとこうやって崩しただけでもカモが剥がれてきました。ほんと？うん、すごいね。だから順番合ってます。合ってた？うん、よかったよかった。僕にもできることがありそうです。いや、いっぱいいろんなことしてくれてるよ。できることはたくさんあるし、やってくれてんのよ、はい、あ、なるほど。ただ私 あのトマトソースに関しては本当に言うこと聞かないから。静かにして、静かにして。いいですよ、いいですよ。おお、すご
いね。いいじゃん、いいじゃん。ひっくり返しちゃいましたけど。いいじゃん。うわ、ご飯おこげできてるよ。いい感じ。うん、うわ、めっちゃいいじゃん。ね、いい感じ。ちょっとね、笛が吹いてから時間経ってからやっちゃった。間違えちゃったこともあったけど。でもいい感じに焼けてる、焼けてるよ。できました。うわー、美味しそう。ありがとう。こんな感じです。焼けました。うわ、スープうまそう。すべて完成ですね。完成しました。2人で初めての料理こちら。すごい。じゃがいものポタージュ、はい、ご飯ですね。土鍋ご飯、はい、土鍋で炊いて。あ、おこげがいい感じじゃん、すごいね、うん、そしてラタトゥーユ、うん、彩りのね、いいよね、それもね、映えてますね。ポークスペアリブ、うん、そして溶岩焼きのお肉ということで、はい、いやー、楽しい。食べていきましょう。食べていきましょう。いきましょう。いただきます。うん、おいしい。濃厚。おいしい。やっぱお芋が溶けてるからね。うん、でもちゃんとちょっと残ってて、じゃがいも。そうね、形が食べ応えもあるって感じ。あと玉ねぎの食感も残ってて、うん、いいね。おいしい、これ。おいしい。これいきますか、スペアリブ。それいきましょうか、うん、取っていただいてもいいですか、うん、これは食べてみて。美味しそう。美味しそう。いっちゃっていいですか。どうぞどうぞ。いただきます。うん、いただきます。うん、お肉がね、すごい柔らかい。美味しい。これでさ、ガーリックがすごい効いてて美味しい。ニンニクがすっごい効いてる。お酒に合うって感じ、本当に。これ、うわ、味しっかりついてるね。うん、うん、これ美味しい。ジャムのオレンジのとこ、うん、しっかり塗って食べてみて。あ、ジャム。うん、うん、甘いのかなとか全然甘くないでしょ、うん、美味しいね。美味しい。めちゃくちゃ甘いから。うん、美味しい。幸せなんですけど見えるかな、いい感じのお焦げ。じゃあラタトゥーユいただきます。行って行って。美味しい、ラタトゥーユ。うん、あ、トマトの酸味がいい感じ。うん、うん、美味しい。美味しいね。なんでこんなしっかり味ついてんだろうね。この上のあれも効いてるよ。うん、ローズマリー。ローズマリー、うん、じゃあご飯私もいってみよう。うん、すごい焼きも食べた。うん、美味しい。全然やりすぎじゃないし。うん、全然いい感じ。さっきのラタトゥーユのこのソースめっちゃうまいね。そう、ソースすごい美味しいの。なんかひき肉入ってる。うん、めっちゃうまい。これお肉もいってみましょうか。鴨が味ついてないんだよね。うん、確かに。豚肉、豚は味ついてる。私もじゃあ豚から。うん、あの、うん、え、おいしい。麹味噌みたいなね。味噌味だ。うん、これすごい美味しい。おいしい。甘い、甘い。うん、うん、しっかり味ついてる。鴨も、鴨どうですかね。私鴨大好き。うまい。美味しい。うん、うん、好き。最高ですね。うん、ヘルシーだしね。もう一回好きって言ってもらっていいですか。好き。ありがとうございます。え、カモネギにでもなりな。どういうこと。カモネギにでもなりな。カモとネギあるから。なりなってどういうこと。カモネギにでもなったらいいよ。どれが一番好き。ちょ、むずいな。もう一口ずつ食べて。うん、これも美味しいね。めっちゃ迷ってる。せーの、これ。おお。ポタージュ。じゃがいものポタージュ、うん、美味しいよね。美味しい。濃厚だし、うん、僕はラタトゥイユです。ラタトゥイユだなと思った、安武さん。うん、すぐ2回ここ行ったから。まだここあるのに。すんごい美味しくできました。よかった。全部美味しい。うん、ゆっくり食べていきます。
までご覧いただき本当にありがとうございました。編集終わりの新垣です。今回は山梨のグランピングでのお料理をしているところだけをお届けいたしました。とても楽しくて美味しくて最高でした。いつも見てくれて本当にありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。